誠一作曲の川は流れる、歌うのは中曽根美希さんです。
出来事を振り返ってみますと、昭和36年というのはいろんなことがあって、それも結構大事なことばかりなんですよね。お医者さんがストライキをしたという年ですね。日本医師会と日本歯科医師会、医療費値上げを求めて全国一斉に休診したんです。それから、カラスト犬太郎が南極から4年半ぶりに日本に帰ってきました。まあ、けなげな姿に感動すると同時に、人間の都合で犬に対して本当にすまないことをしたと日本中の人たちが感じたものです。小児麻痺の患者が全国で1000人を超える事態になりまして、生ワクチンの投与が緊急に行われました。日防貝塚の女子バレーボールチームが欧州遠征で全勝して帰国しまして、東洋の魔女と呼ばれるようになりました。まあ、こういう出来事もありましたね。では次の曲、中澤誠二日本語詩、ホセ・マンソ・ペローニ作曲のコーヒールンバ、歌うのは西田幸子さんです。昔アラブの偉いお坊さんが
正雄作詞作曲の車屋さん、歌うのは美空ひばりさんです。触れていたり純真な内容だったり、何かこう温かい感じのする歌ばかりだったような気がいたします。最後は石浜常雄作詞、愛情寺作曲のガラスのジョニー、歌うのは愛情寺さんです。
昭治さんの歌うガラスのジョニーでした。昭和歌年間昭和36年の流行歌でお楽しみいただきました。明日の3時台日本の歌心の歌は懐かしの歌謡スター高峰三恵子衆です。湖畔の宿、情熱のルンバ、その他でお楽しみいただく予定にしております。ここで深夜便の歌をお届けいたしましょう。大型水を作詞作曲。